どうもー。はい、今日はですね、もう限界なんでお酒飲みたいと思います。今日だいぶ、まあだいぶというか、まあ今日鹿児島から東京に来たんですけど、東京の方にね。で、まあ移動してからの夜ずっと喫茶店で、まあ僕コピーライティング道場っていうのやってるんですけど、まあそれの添削がね、結構大変なんですけどね。大変で、まあ毎回そのレターを作るんですよ。大変なんですけど、溜まってるんでちょっとやらんとあかんなっつって、まあ、2個作って、でしかもレター作ったらその見解動画も作るんですね。結構と、いや、まあ、とりあえず2個終わって、今書き出しして、で終わりそうなんで、いただきます。お酒を飲みながら。恵比寿濃いな。やっぱね、金麦と違いますね。金麦とレベルが違う。金麦とレベルが違う。でも僕、金麦がいいな。金麦の方がいいな。僕、そんなにね、ビールね、飲めるわけではないんですけど、鹿児島からちょっと持ってきました。鹿児島から、残りね。まあ、今回これ取った理由っていうのが、これ残ってたんで あとね、今日ね、鹿児島からこっち来てね、ちょっと問題があって、G メールにログインできなくなりました。 G メールにログインができない。なんか、まあ G メール僕何個があるんですよね。で、なんかログインしようとすると、いつもと違う場所からのログインですと。なんかセキュリティのが出てきて、なんかいろいろ調べたんですけど、ログインできなくて。まあ、R34 マガジンとかは大丈夫だったんですけど、その鹿児島、そうそう、東京で、アカウントを取ったら Gmail は大丈夫なんですけど、鹿児島で G メールを取得したやつ、新規で取得したやつがあるんですけど、それがログインできないです。なんか、いつもログインしてる場所を入れてくださいって言っても全然反応しないし。アカウント凍結とかじゃなくて、ログインができなくなるっていうね。まあ、鹿児島戻ればログインできると思うんですけど。参りましたね。今回ちょっと1週間ぐらいいようかなと思ったんですけど、早めようかな。まあ、どっちにしろ仕事いっぱい溜まってるし、
21か。あ、世の中は9日休みなんですね。成人の日？成人の日で休みっすか？成人の日で休みなんだ。まあ、お酒を飲みながらぼやく。もうだいぶね古いですからね。もうなんか多分おそらくなんですけど、まあ一番最初お酒を飲みながらぼやくっていうのやったじゃないですか。であれから、まあ、ありとあらゆることを僕ぼやきすぎて、このお酒を飲みながらぼやく、もうね全然あれですね。まあ僕が大量に動画アップしてるっていうのもあるんですけど、あの全然あんまり需要がなくなりましたね。前はねやっぱね、まあ動画本数もそんなにアップしてなかったっていうのもあるんで、であとはなんだろう、目新しかった。お酒を飲みながら何を言い出したんだこいつみたいな。今何にかしらもぼやいてますからね。風呂なんかでもぼやくっていう、うん、今度最終的にはぼやくすらやらなくなって食べるだけっていう、これ飲むだけとかね、ぼやくっていうことももうめんどくさくなって飲むだけみたいな。でもなんとかだけシリーズいいっすね。喋らなくていい。ぼやくってなっていると一応ぼやかないといけないじゃないですか、タイトルぼやくなんで。うん、それが飲むだけって書いてあって、まあ本当に飲むだけでいいっすよね。タイトル飲むだけなんだから、うん、あーしみる。でもね、なんかまあドリームアカデミアを年末売ったんですけど、まあそれの影響で僕の夜のライブ放送がね結構視聴者数が少し増えましたね。視聴者数が増えました。うん、まあ今あとなんか有料のサービスやってるんですけど、まあこのコピーライティング道場は、まあ、1年間なんで、
まあ、1年間やりきったらもうやらないっす、もうとりあえず。結構ね、このコピーライティング道場、マジできついんですよね、正直。正直きついっすね、これ、マジで。まあでも、まあ他にさ、こんなサービスないと思うんですけどね。だって一人一人添削して、一人一人レター作ってますからね。結構だいぶ大変ですよ。もうやるとしたら、もうほんと50万で一人とか、二人とかでいいっすね。まあ多分当分やんないとは思いますけど、まあ今までそのバックエンド商品がなかったんで、ドリームアカデミアっていうバックエンド商品ができたんで、まあこれに一本集中したいなっていうのはありますけど、バックエンド商品ができたんで、あとは、フロント商品ですね。フロント商品と、バックエンドの流れを作って、みたいな。まあ、ようやくね、今までそのコンサルとかをこうやって、まあ、高額商品はもうほぼコンサルみたいな感じだったんで、あ、でも、あれだな。まあちょっと。明日はちょっと無理かな。まあ、月曜日には終わらすよ、これ。10日まででしょ。9日、7日、8日、9日、10日。と他のそのコピーライティング道場と、まあ、あと通信講座みたいになってるんですけど、それの有料コンテンツがあるんで、これ全部10日まで終わらそう。だ前はそのお酒を飲みながらぼやくっていうのが、まあ僕の中でも新鮮だったというか、まあ他にそのぼやくっていうのがなかったですからね、そんなに。ただ今はもうぼやくシリーズがありすぎて、まあ、何が何だか分かんないですよね。何が何だか分かんない。正直今何が何だか分かんないと思います。でもお酒ってうまいっすね。まあこの前ね、
でもこの前の2ヶ月ぶりのお酒の金麦の一口がやばかったですね。やっぱね、我慢してたわけじゃないですけど、やっぱ何事も慣れは良くない。やっぱ慣れちゃうと、なんか何も感じなくなっちゃいますよね。ああ、いやもう寝れる。G メールにログインしできないのはね、ちょっときついっすね。鹿児島で取ったアカウントにログインできない。他のやつはね、ログインできるんですけど、ログインできるようになりました。で、あとね、まあ、今回の件があったんで、電話番号を登録しました、電話番号。お、こいつ結構すごいな。AIA の芸能ニュース。へえ。あ、これは当たったんだ。なんか トレンド系の動画ですよね。あ、結構この人頑張ってるな。だいぶ頑張ってる。だいぶ頑張ってるな。へえ。ガスタムサムネイルがまあまあうまい。1ヶ月前。いつからやってんだこれ。9ヶ月前からか。ちょ、この人ベンチマークしとこう。YouTube っていろんな稼ぎ方があるんですけど、そのトレンド動画でまあまあ頑張ってる人がいたんで、これちょっとスワイプしとこう。まあ知ってると、まあこれあれですかね、シェアできるんで。結構ね、知らない人が多いんですよね。これめっちゃ当たってるな。1、10、100、1000、まあ10万、87万回か。結構当たってるな。当たりましたね。よし、アップ完了。アップ完了しました。
完了。まあね、もうほんとぼやいてないしね、全然。もう眠いっす、僕。もう結構限界。今日限界っすね。このままね、1秒で寝れそうです。いや、マジで1秒で寝れるな。瞬卒ですね。マジで瞬卒。瞬卒だな。でもね、あれですね、本当にって感じで、なんだろうな、何を言うとしてたんだっけ。あれ、もう全然ぼやけてないな。全然ぼやけてないですね。全然ぼやけてないな。いや、もうきつい。ああ。終了。終了。もうだいぶ酔っ払ってますよね。なんかね、ぼやきがね、ぼやきのクオリティがね、下がってる。まあ、そもそもぼやきにクオリティがあるのかって話なんですけど、なんかもうほんとね、全部がどうでもよくなってきてますね。でもね、いいと思うんですよ。あ、すいません、もうくたばってた。ちょっともう寝ますね。ちょっともうほんとやばい。ということで、もうほんとやばいんで寝ます。